それでは演奏プログラムに入りたいと思います。最初のステージは原爆詩朗読です。広島、長崎の原爆について書かれた詩や小説などの文学作品はとてもたくさんありますが、今日はその中から栗原貞子、原民喜、峠三吉の代表的な詩を朗読していただきます。朗読は東京音楽大学大学院で声楽を専攻されている幸谷由紀さん、そして幸谷さんの朗読に素晴らしい音楽で共演してくださるのは作曲家でありピアニストでいらっしゃる寺島陸也さんです。それではよろしくお願いいたします。うましめんかな原子爆弾秘話、栗原貞子。壊れたビルディングの地下室の夜であった。原子爆弾の負傷者たちはろうそく一本ない暗い地下室をうずめていっぱいだった。生臭い血の匂い、死臭、汗臭い一息切れ、うめき声。その中から不思議な声が聞こえてきた。赤ん坊が生まれるというのだ。この地獄の底のような地下室で今、若い女が産気づいているのだ。マッチ一本ない暗がりでどうしたらいいのだろう。人々は自分の痛みを忘れて気遣った。私がサンバです。私が産ませましょうと言ったのは、さっきまでうめいていた重症者だ。かくて暗がりの地獄の底で新しい命は生まれた。かくて暁を待たずサンバは血まみれのまま死んだ。うましめんかな、うましめんかな、おのが命すつとも。原爆承継、原民喜。これが人間なのです。これが人間なのです。原子爆弾による変化をご覧ください。肉体が恐ろしく膨張し、男も女もすべて一つの型に帰る。おお、その真っ黒焦げのめちゃくちゃの、ただれた顔のむくんだ唇から漏れてくる声は、助けてくださいと、か細い静かな言葉。これが人間なのです。人間の顔なのです。
日の暮れ近く、日の暮れ近く、目の細い人間の顔、ずらりと川岸にうずくまり、細い細い息をつき、そのすぐ足元の水には子供の死んだ頭がのぞき、変わり果てた姿の細い目に陰ってゆく日の色、静かに恐ろしく取りつくすべもなく、水をください、水をください、飲ましてください、死んだ方がマシで、死んだ方が、助けて助けて、水を水をどうか、どなたか、おお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 、天が裂け、町がなくなり、川が流れている、夜が来る、夜が来る、干からびた目にただれた唇に、ひりひり焼けてふらふらのこのめちゃくちゃの顔の人間のうめき、人間の、永遠の緑、広島のデルタに若葉渦巻け、死と炎の記憶に良き祈りをこもれ、永遠の緑を、永遠の緑を、広島のデルタに青葉滴れ、原爆詩集、峠三吉、序。父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ、私を返せ、私につながる
人間を返せ。人間の、人間の世のある限り崩れぬ平和を、平和を返せ。8月6日、あの線香が忘れようか。瞬時に街灯の3万は消え、押しつぶされた暗闇の底で5万の悲鳴は絶え、渦巻く黄色い煙が薄れると、ビルディングは裂け、橋は崩れ、満員電車はそのまま焦げ、果てしない瓦礫と燃え差しの堆積であった広島。やがてボロ切れのような皮膚を垂れた両手を胸に、崩れた脳床を踏み、焼け焦げた布を腰にまとって、泣きながら群れ歩いた裸体の行列。石地蔵のように散乱した連平状の死体。つながれたいかだへ這い寄り、折り重なった川岸の群れも、焼けつく日差しの下で次第に死体と変わり、夕空をつく火口の中に下敷きのまま生きていた母や弟の町のあたりも焼け移り、兵器商の床の糞尿の上に逃れ横たわった女学生らの太鼓腹の固めつぶれの半身赤向けの丸坊主の、誰が誰ともわからぬ一群の上に朝日がさせば、すでに動くものもなく異臭のよどんだ中で、金だらいに飛ぶハエの羽音だけ。30万の全死を占めたあの静寂が忘れようか。その静けさの中で帰らなかった妻や子の白い眼下が、俺たちの新婚を断ち割って込めた願いを忘れようか。悲鳴、原民喜。陶器碑の石に刻み、砂に影落ち、崩れ落つ天地の真中、一輪の花の幻。
コータリさん、寺島さん、ありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。私も聞いておりましたが、なんと言ったらいいのかわからなくて、ちょっと今言葉が出てこないのですが、はい、それではここで原爆詩を朗読されたコータリユキさんにお話を伺いたいと思います。今回原爆詩を読むにあたって特に大切になさったことは何でしょうか。はい、朗読をするということ自体、私自身初めての経験でしたので、まず第一に明瞭に言葉を伝える語り方、そして声のトーンの変化のさせ方ということをまず一番大切にしました。その上で、こう今日今読ませていただいた8つの詩、怒りや震えるような憤り、悲しみ、嘆き、ぐったりしてもう疲れ果てた諦め、こう強い願い、それぞれ詩の持つエネルギー、感情というものを、こう大げさすぎず、でも淡々としすぎず、私なりの表現でできたらいいなと思って、練習してきたという感じです。ありがとうございます。続きまして、最後に読まれた悲鳴という詩ですが、実際読んでみてどのようにこの詩に対して感じましたか。はい、この一番最後の詩は本当に4行しかない、本当に碑文のような詩だなというふうに感じていて、深い祈りと強い希望が込められた詩だと思っています。平和のバトンを未来へつなぐ今を生きる一人として、静かに穏やかにでも揺るがない平和への強い意志を持って読みたいなと思って読ませていただきました。ありがとうございます。小谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。